最高級のホテル。すごいロマンチック。すごい可愛いのある。710だからこっちだ。お、710あった。では早速入ってきます。今日泊まるホテルの部屋の中に到着しました。じゃーん、めっちゃ綺麗。部屋の真ん中には大きなキングサイズのベッドがもうふかふかのが置いてあって、そして窓のところにはこうしてリラックスできるスペースもあります。すごい、こうやってデリーの街並みを一望できます。ちょっと大気汚染で白いけど。そしてこっちに行くとバスタブ浴室があります。大理石でめっちゃ綺麗。左にはこうしてシャワーもついてます。さすがタージパレス、アメニティがフォレスエッセンシャル。
このフォレストエッセンシャルはハイエンド向けのアーユルヴェーダコスメなんですけど、わ、めっちゃ嬉しい。おお、我が国が誇る TOTO さん、嬉しい。そしてもうなんと今日の主役かもしれないこちら、じゃじゃーん、バスタブです。嬉しい。すごい、バスタブめちゃくちゃ深い。軽くここで寝れるんじゃないくらい、寝れるんじゃないくらい。あー、これ水止めて入るの最高だな。夜インドの普通の家庭も我が家もそうなんですけど、もうシャワーだけでこんなも深くて広いバスタブなんてないので、めっちゃ夢みたい。最高の年越しだ。おー、すごい、すごいな、これ家に欲しい。ホテル内探索してたらあっという間にもう夜になっちゃいました。今日はですね、夜の7時からこのタージパレス内にあるフレンチ料理レストランオリエントエクスプレスに行ってこようと思います。もうそこはどういうところかというと、あの寝台列車オリエントエクスプレスの食堂をイメージしたところらしいんですけど、列車の中で食事をしてるかのような空間で美味しいフレンチ料理が食べられるっていうので、前から行ってみたくて今回奮発して今から行ってみようと思います。めっちゃワクワク。ちなみに今から行くオリエントエクスプレスなんですけど、ドレスコードが決まっていてセミフォーマルな感じなんですね。なので今回私はこのインド服、じゃじゃーん、これでおしゃれしていこうと思います。いってきます。湯船に浸かって1年間分の疲れを癒していい年を迎えたいと思います。3、2、1、あ痛く目が戻ってしまった。それでは良いお年を。また明日。おはようございます。新年の朝は朝食付きだったので、もうこの朝食のビュッフェ今いただいてます。定番のものから、やっぱりここはインドなのでインド料理もたくさんあります。朝からちょっといっぱい食べて新年早々頑張っていこうと思います。今日も
最後までこの動画をご覧いただきありがとうございました。今回はニューデリーにあるタージパレスホテルについてご紹介しました。2013年に天皇皇后両陛下がインド視察の際に訪れたこのホテル、めちゃくちゃ最高なホテルなので、ぜひデリーにお越しの際には皆さん来てみてください。このチャンネルではこんな風にインド現地からインドのリアルな情報をお届けしています。タージパレスすごい、泊まってみたいと思ってくださった方はこのチャンネルにチャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。そして各種 SNS、Twitter、Instagram、LINE アットも始めているので、こちらも合わせてフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。私はニューデリーにある最高級のホテル、今日はですねこのタージパレス内にあるフレンチ料理レストラン、なんで今日言えないんだろう、オリエント今ディナーから部屋にきちんとワイングラスもあって、冷蔵庫開いた、オープン、おーめっちゃ飲み物入ってるかわいい、一口サイズ、ちょぴっとサイズのやつがたくさんある。皆さん明けましておめでとうございます。インドも新年迎えました。ということで、じゃじゃーん！